だんごろ、素敵な街並みね。ここは温泉宿もいっぱいあって、昔から栄えていたところなんだって。へー、あ、温泉すごい。入ってみましょう。うん。気持ち。温泉に浸かっていると日頃の疲れも吹っ飛んじゃって、ラグーンストーンのことなんかどうでもよくなってくるわね。ダメだよ。ラグーンストーンがこの辺りにあるっていう情報で来たんだから、目的を忘れたら元も子も。やだ、覗かないでよ。もうエッチ。すっごいごちそう。どれから食べたらいいか迷っちゃう。おかわり。何よ、ダンゴロウはさっきからおにぎりばかり食べてる。おいしいごちそうも食べなさい。だってお米がおいしいんだもん。食べるの止まらないよ。もうダンゴロウったら。おいしいものたくさん食べてってくださいね。そうそう、今日はお祭りもありますから、ぜひ見てってくださいね。お祭り？これは金魚じゃないよ、タイさ。タイ？タイグルマといって、僕らで町の中を引いて回るんだよ。わー、かっこいい。私も引いてみたい。え、ユッタ、一緒に引いてあげなさい。うん、やったラグーストーン、どこにあるのよ。本当にあるんでしょうね。タイ車の中に紛れ込んでるって情報があったんだけどね。本当頼りないわね。どこだどこだ、どこなのよ。あ、みんなのタイ車が。なんでひどいことするの。あれが最後のタイ車ね。この緑の光って、もしかして見つけた。出番よ。了解。アチョー。私の名はブラックタイカメン。ブラックタイカメン、そのタイ車もらいに来た。誰が渡すもんか。アチョー、いただき。あ、僕のタイグルマ。悪いね。やっぱり奴らだ。ラグーストーン、いただいていくわよ。うん。落ちなさい。ユウタ、僕この日のためにおじいちゃんと作ったのに。よし、取り返そう。ユータ君とおじいちゃんのタイ車。当たり前じゃない。ルレクチェ号。うん、あ、間違えちゃった、リヒヒ。ルレクチェ号、発進。うまくいったぜ。待てー、タイグルマを返しなさい。ユータ君がおじいちゃんと一緒に作ったとっても大切なタイグルマなのよ。うるさい。
でもまあいいか、ゆうたくんの大車を守れたもんね、ダンゴロ。もうダンゴロったら。よかったね。いつか見た茜色、空を染めてゆく、ここが私のホーム。明日を探すために飛び込む何度も涙して